アンジェヌ・ヒューは、ユーゴスラビア・プリシュティナ出身のプロサッカー選手。ポジションは FW。FC ベルスというチームでプレーを始め、2008年に SK アウストリア・ケルンテンに移籍。2009年8月31日、SV リートにレンタル移籍。2010年6月8日、SK ラピードウィーンに移籍。契約は3年で延長オプションがつく。 2013年7月25日、シェフィールド・ウェンズデ FC にフリーで加入。2020年9月、キプロスのポエル・ニコシアに加入こそも生まれであるが、当初は市民権を持つオーストリアの年代別代表でプレーした。2010年11月18日、アルバニアの市民権を取得。それに伴い、オーストリアの法律に従ってオーストリア市民権を放棄した。 しかしアルバニア代表でプレーすることはなく、2014年9月19日に、サッカーコソボ代表が FIFA フフという EFA に登録されたことで、コソボ代表入りを志願。2017年1月4日、コソボの市民権を取得。3月20日、コソボ代表初招集。3月24日の 2018FIFA フフワールドカップ、ヨーロッパ予選、アイスランド戦で、 初キャップ初ゴール。2020年9月6日。現在ユースプロ。ありがとうございます。